毎年、たくさんの花の映像を撮っています。撮ったままでは、あまり見ることがないので、ビデオを作ったり、投稿を繰り返し、できるだけ、過去の映像を見る機会を作ってきました。これまでは、どちらかといえば、静止画が多かったので、今回は、過去の動画の映像をまとめてみました。爽やかな風に揺れる花々の姿を見ていると、とても和やかな気分になったり、癒されたりしますね。この年は花を始めてから7年目になります。多少感動することが少なくなっているかもしれません。それでも毎年必ず見たくなる花があります。それはこのバージニアストックという花です。花を始めて2年目にこの花と出会い、以後毎年メインの花として育て、そして鑑賞し、何度となく心を和ませてもらっています。
日本橋に来たのは昭和43年ですから、もう相当な時間が経過してます。いろんなことが蘇ります。最近のことはあまり記憶にないのに、昔のことは妙に覚えているもんですね。大自然で過ごしていた自分が、その後のほとんどを大都会で生活し、やがて定年を迎え、その後の趣味が自然の草花とは何か妙に感じます。鮭がやがて生まれた場所に帰ってくるようなものでしょうかね。風に揺れる花をじっと見ていると、ただ揺れているのではなく、風に合わせて花たちが踊っているようにも見えます。可愛らしいですね。Thank you.
この年の10月、高校時代の同期全クラス共同のクラス会が釧路で行われることになり、墓参りを兼ねて出かけました。宿泊は、故郷阿寒の赤いベレーにしました。その時の映像です。時間があったので、借りた車で阿寒湖に行ってみました。この日は、どんより曇っていて、気温が低く、冬が間近といった感じでした。右手の山は、お阿寒岳です。自分の家があった場所にも行ってみました。こんもりした小さな森がその場所です。ここは自分が18歳まで生活していた場所で、今は誰も住んでいませんが、まだ存在しています。厳しい生活でしたが、様々な思い出があります。18歳の時、ここから東京に旅立ったことを思い浮かべると、とても不思議な気分になり、しばらく経ったまま、家があったこんもりした森を見つめていたことを記憶しています。近くの牧草地に子供連れと思われるタンチョウヅルがいました。きっと自分を歓迎してくれてるんだと勝手に思っていました。夜、釧路のホテルで盛大にクラス会が開始されました。皆様こんばんは。こんばんは。お時間になりましたので始めさせていただきます。ただいまより釧路商業高校14期同期会を開催いたします。私は司会の A 組、古俣静子と申します。旧姓安藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
者の確認をいたします。お名前を呼ばれましたら大きな声でお返事をしてご起立を。はい、英語いただきます。佐藤隆二君。はい、返事が小さいな。はい、菅野勲君。この年もまた日本橋の桜を撮影しました。もう撮影する機会もなくなるかもしれないと思い、少し寂しい思いで撮影したような気がします。日本橋の桜は、自分が入社した昭和43年に咲いていた桜なのかもしれません。日本橋の派出所の前の桜です。
この桜も随分大きくなりました。そして、たくさんの花を咲かせています。まだまだ成長しそうですね。羨ましい。2017年のこの年は、ほとんどが静止画でした。そういえば、この年は、タブレットで、お絵描きすることに専念していて、花の方は、少し手抜きしていたように思います。